こんにちは、原町接骨院院長久松です、今日はですね、この寒くなってきた時期に、水分を取る量が減って腎臓が疲労する、そういう方が多くなっています。ということで、そういう腎臓が疲労している方が水分を取ったらどのように体が変わるか、それについて動画で説明したいと思います。ではモデルさんどうぞ。じゃあ仰向けで寝てみてください。そして私はこの人が腎臓が疲れているかどうか、エネルギーテクニックを使って疲労度合いをチェックしていきます。この方は右の腎臓が疲れています。で、腎臓のポイントは足にあります。足の小指触っています。こっち痛くないよ。そうですね、同じ力で触ってます。いや、こっちは出るし、こっちは、こっちそうですね、全然こっちだってこれで明らかにね。そうですね、ちょっと痛みがする。それでは、この方が水を飲んだらどうなるか、今水を持ってきます。はい、あ、じゃあ、これね、水を飲んで、ガバガバって飲んじゃってください。もうちょっとかな。はい、いいです。じゃあこれでもう一回寝てみましょうか。これで、ね、今この人の体水分が巡ります。水分が巡ることによって腎臓の方も疲れが取れてきます。さあこれでどうなるか、この人の足の指に触ってみましょう。こっち握ってますよ。ギュッ、全然大丈夫。あれ余裕がありますよね。あんまり全然ゼロじゃない、ね、ないけども全然違います。そうですね、大丈夫です。ありがとうございます。はい、よし、じゃあ次のモデルさんどうぞ。じゃあ仰向けで寝てみましょうか。じゃあどっちが疲れてるかチェックしますね。この方も右の腎臓が疲労しています。右の腎臓、足のポイントが触っています。痛いですね。痛いですね。こっち触ってみますよ。はい、大丈夫です。あの、ふくらはぎも触らせてみてください。疲れてます。痛いな。痛いです。こっち、ちょっとこっちが痛いですね。こっちが痛いです。はい、で、あの、水を飲んだらどうなるか。じゃあ水飲んでみてください。ガバガバって飲んだってください。もうちょっと強い。こんなんじゃないんで、ガバガバって。はい、ありがとうございます。じゃあこれもう一回寝てみましょうか。これで今この方の体内に水が回って腎臓方の疲労が取れてきます。さあ足の指触ってみましょう。ああ、大丈夫ですね。随分と柔らかくなりましたね。ふくらはぎ立っていくぞ。あれ、随分と柔らかくなったじゃないですか。立っていくことは痛くないですね。あんまり痛くないですね。はい、よし、OK、ありがとうございます。では今度は3人目のモデルさんに出てきてもらいましょう。モデルさん、これ寝てみてください。どっちですか、スナイプが。あの、この方も右の腎臓が疲れてます。あ、そこ飲みましょう。これ、あんまり痛くないですか。あんまり痛くないですか。まあ、サインは痛いんですけど、そこまでは。サインが硬いんですよね。こっち、全然感じないでしょ。全く痛くないです。でふくらはぎ触ってみますよ。これ。ああ、ちょっと硬いですよね。こっち。これも。ああ、少しですね。少しですね、はい。これは水を飲んだらどうなるか。ちょっと水をじゃあ飲んでいただきましょう。ちょっと一回起きてくださいね。じゃあ、これ、全部息飲みしてください。ガバガバっと。
あ、じゃあこれで寝ちゃってください。これで今、この人の体、水分が巡って、腎臓の力が取れてきたはずです。足触ってみましょう。これ、全然柔らかくなってるじゃないですか。痛み、全くないです。ふくらはぎ触ってみましょう。あれ、柔らかくなっちゃいましたね。こっち。さっきも痛くないでしょ。あ、そうですね。なんか、かなり強く詰まってますけど、はい、わーって感じなくなりました。なくなりました。 OK です、ありがとうございます。ということで、水分を取るだけでも体は変わってきます。この時期、どうしても水分を摂取が少なくなります。そこをあえて意識的に水を飲むことによって体、いい方に変わってきますので、ぜひやってみてください。